ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今年2023年4月、K-POP グループアストロのメンバー、ムンビンさんが、自ら命を絶ったというニュースは本当に衝撃的だったわ。多くの人が深い悲しみに包まれたし、今もその傷が癒えていないという人も多いのではないだろうか。昨今、日本でも自ら人生の幕を閉じる人が増えている印象だけど、それ以上に韓国の方が多い気がするのよね。そうだな。人口10万人あたりにおける自立は、OECD 経済協力開発機構加盟30カ国の中で、2003年から最新の2021年までで、2017年を除いてずっと韓国が1位なんだ。そうなんだ。悲しいことね。この2021年最新のグラフを見てもらっても、韓国が他国と比べて群を抜いて高いことがわかる。本当だ。私が思っている以上に多いわ。中でも、K-POP アイドルや俳優、女優などの不法に接する機会が年々増えているのが事実だ。今回のテーマは、K-POP アイドルに限定して自ら命を絶つことを選んだ人たちを解説していこう。もし今現在心が不安定という人は無理に視聴しなくて大丈夫よ。また、このテーマで悲しい過去を思い出してしまうという人も、ブラウザバックで別の動画を楽しんでね。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず一人目は、原さんだ。からのメンバーとして活動していた原ちゃんね。ニュースを聞いてびっくりしたなぁ。原さんは1991年1月3日生まれで2008年からのメンバーとして活動を開始した。ここからは、簡単にからについて紹介しよう。そうね。原ちゃんといえばからだから。からは2007年に4人組女性アイドルグループとしてデビュー。翌年メンバー1人が脱退し、オーディションにより原さんとジヨンさんが加入し5人組となる。2009年に韓国国内でミスターが大ヒットし、一気に韓国の人気ガールズグループに台頭した。ミスターのヒップダンス、めちゃくちゃ流行したのを覚えているわ。2010年には日本でも活動を始め、瞬く間に大ヒット。同時期に日本デビューした少女時代とともに、日本における K-POP ブームの火付け役として知られている。当時は K-POP はそこまでメジャーじゃなかったものね。それまでに韓流アーティストといえばボアさんや東方神起がいたけど、双方ともあまり韓国色を出していなかったわ。だからこそなおさら二組は新鮮だったわよね。2011年には少女時代とともに第62回紅白歌合戦に出場。からは人気曲、ジェットコースターラブと日本でのデビュー曲、ミスターを披露し、7年ぶりの赤組優勝に大きく貢献した。赤いワンピースがセパレートにチェンジしたの、可愛かったなぁ。2014年にはオリジナルメンバーであるニコルさんとジヨンさんの脱退と、新メンバーヨンジさんの加入を経て4人体制の新生からとして再び活動を開始。ヨンジさん、二人の抜けた穴を埋めるべく過去曲の歌唱や振り付けも一生懸命頑張っていたわ。しかし、2016年にはヨンジさん以外のオリジナルメンバーであるギュリさん、スンヨンさん、原さん3名の所属事務所との専属契約満了に伴い事実上の解散となった。メンバーたちは解散を否定していたけど、4人中3人が抜けるっていうのは、さすがにこれまでと同じような活動は難しかったはずよね。原さんについては、その後2回の韓国国内での所属事務所移籍を経て、2019年6月からは日本の芸能事務所、プロダクションオギと契約。活動拠点を日本に移すことを公表していた。日本は歓迎ムード一色だったわ。日本での活動を楽しみにしていた人も多かったはずよ。ところが、その5ヶ月後となる11月24日、ソウル市内の自宅で亡くなっている状態で発見されたんだ。28歳という若さだった。もう4年近く前のことになるっていうのに未だに信じられないわ。本当に驚いた人も多かっただろう。なぜなら、亡くなる2ヶ月前の9月には日本ソロデビューシングルを発表しており、さらに亡くなる1週間前となる11月14日から19日は、日本でツアーも行っていたからだ。ファンの人たちにしてみたら、数日前まで自分の目の前で歌い踊っていた人が、亡くなっただなんて信じられないし信じたくないに決まってるわ。ただ、原さんについては生前、プライベートに関する様々なニュースが報道されていた。一つ目は、亡くなる前年の2018年9月にあった元交際相手である美容師とのトラブルだ。韓国と日本の違いもあるのかもしれないけど、かなり詳細に報道されていたわよね。二人で取っ組み合いの喧嘩になっただけでなく、元交際相手から芸能人生を終わらせてやると脅され、
原さんが自身の不適切な画像を公開しないようエレベーターの前で土下座をして懇願する動画が、ネット上に投稿されたことがわかっている。これは芸能人じゃなくても深い傷を負うわ。リベンジポ、のだもの。ところが、元交際相手も自分も怪我を負わされたと主張。そして、もともと原さんが、被害者ではなく加害者として警察に通報されていたということも明らかになり、原さんも警察署に出頭したため世間に衝撃を与えたんだ。そういう経緯があったのは知らなかったわ。この時マスコミの前に姿を現した彼女の顔には絆創膏が貼られていたり、腕には複数の喧嘩の跡があるなど、痛々しいものだった。こんな時でもマスコミの前に立たなければならないなんて。法廷闘争に発展すると、ネットでのバッシングが激化した。韓国のバッシングの激烈さは日本の比ではないと言われており、原さんはこの事件をきっかけに芸能活動を自粛。それにより、塞ぎ込むことが多くなっていったという。無理もないわ。もちろん原ちゃんが 100% の被害者ではない以上手放しで擁護はできないけど、芸能人だからこそ必要以上の心ない声もあったはず。バッシングを受けた原さんは、トラブルから8ヶ月後の2019年5月に時、未遂を起こしている。これも大きくニュースになっていたわ。ソウル市の自宅で意識を失っているところをマネージャーが発見し、通報。警察が出動したところ、室内で煙を吸った痕跡があったという。やっぱり元恋人とのトラブルが大きな原因だったのかな。詳細は不明だが、深刻なうつ病を患っていたこと、そしてこの前日に自身の SNS に、さようなら、綺麗に包んでもゴミはゴミだ、と、自ら命を絶とうとしていることをほのめかす投稿をしていたこともわかっている。素敵な笑顔からは想像もつかないような辛い現実を背負っていただなんて。そしてこの報道からわずか1ヶ月で日本に活動拠点を移すと発表したのも世間に大きな驚きを与えたが、このことでさらに韓国国内で大きなバッシングを受けることとなる。さっきマリサが韓国のバッシングは日本の非じゃないということを言っていたけど、ちょうどこの頃は日韓関係が敏感になっている最中ということもあって、それはそれはすごかったんだろうな。日本で活躍する原さんに対し韓国のネットは親日家の犬とまで揶揄し、猛烈に批判した。また、一部報道では先ほど解説した亡くなる1週間前に行った日本ツアーの、売り上げが振るわなかったことも原さんを精神的に追い詰めた一因だとしている。本当だとしたら確かに落ち込んでしまうのも無理はないかもしれないけど。さらに、自ら命を絶つことの決定だとなったのが、後半で解説する原さんの親友である。FX の元メンバーであるソルリさんの訃報だとされている。原さんが自ら命を絶ったのはソルリさんの訃報からわずか41日後のことだった。身近な人の訃報ほど辛いことはないわ。それが大事な人ならなおさら。原さんが自ら命を絶ったことに関しては、ウェルテル効果なのではないかと言われている。ウェルテル効果とは、有名人の死、報道に影響されて自ら命を絶つ人が増える現象のことだ。ウェルテル効果は若い人に多いと言われているわよね。もしそれが原因だったとしてもそうじゃなかったとしても、原ちゃんはもういないという事実は変わらないわ。東日本大震災の約2週間後に個人名で1億ウォンの寄付をしてくれたこと、日本を活動拠点に選んでくれたこと、これからも絶対に忘れません。次に解説するのは、キム・ジュンヒョンさんだ。キラキラっていう意味のブリンブリンっていうニックネームがあるぐらい輝く存在だったジュンヒョン。シャイニーで圧倒的な歌唱力が光っていた唯一無二の存在だったわ。シャイニーは5人組の男性アイドルグループで2008年に韓国でデビュー。デビュー曲であるリプレイの振り付けは、日本のダンサーである中曽根里乃さんが担当したことでも話題になった。中曽根さんにとって初の振り付け作品になったのよね。デビュー年からいきなり音楽番組で1位を獲得したり、3つの受賞式で新人賞を受賞するなど、破竹の勢いでトップアーティストとなった。デビュー曲がいきなりヒットするって本当にすごいことよ。日本では2011年にリプレイ、君は僕のエブリシングでデビュー。少女時代と同じ所属事務所だったことから、弟分としてテレビで紹介されることもあり、日本でも瞬く間に人気に火がついた。デビュー翌年には日本向けのシャイニーの恋愛ソーシャルゲームがサービスされるぐらい、大人気だったのよ。2012年から2018年まで毎年、日本全国の各地でツアーを重ねており、2017年には日本単独公演数で通算100回を達成。
2014年から2018年まで5年連続で東京ドーム公演開催という偉業も成し遂げている。K-POP アーティストが毎年東京ドームでコンサートが開催できていたなんてとんでもないこと。また、所属事務所のグループの中でも他グループとは異なり、デビュー後一貫してメンバーの脱退がなく人気、実力、結束力ともに盤石と言われていたんだ。その仲の良さから、数あるアイドルグループの中でも特にグループ全体を応援する、箱推しファンが多かったのも特徴よね。ジョンヒョンさんについては、2015年に韓国でソロアーティストとしてデビューし、韓国国内ではもちろん、日本 iTunes アルバムランキングや、アメリカのビルボードワールドアルバムチャートでも1位を獲得。アイドルだけでなくアーティストとしても順調に階段を上っていた。そもそもシャイニーとしてのグループの目標が、様々な音楽の追求により世代役に、地域に関係なく幅広い音楽ファンを魅了させる。だったから、アイドルでありアーティスト、アーティストでありアイドルっていう、ある意味別次元のものを見事に融合させているとも言えるわ。ジョンヒョンさんがそんなシャイニーのメンバーだったからこそ、輝かしい実績を積むことができたと言えるだろう。まさに成功を絵に描いたようなアイドルとしての人生を送っていたのね。しかし2017年12月18日、ジョンヒョンさんがソウルにある宿泊施設で倒れたまま発見され、病院に搬送されたが亡くなったと報じられた。27歳、あまりにも早すぎる人生の終わりだった。テレビに出ているジョンヒョンだけしか知らなかったけど、まさか自ら命を絶つなんて思いもしなくて。経緯として、この日の16時40分過ぎにジョンヒョンさんから、これまで辛かった、僕を見送ってほしい、最後の挨拶、といった人生の幕を閉じることをほのめかすようなショートメッセージを実施が受け取る。実施はすぐに警察に通報し、18時頃に警察と救急隊が部屋で倒れているジョンヒョンさんを発見したとのことだ。確かお姉さんとは恋人に間違われるぐらい仲が良かったって聞いたことがあるわ。そんなお姉さんに最後のメッセージを送っていただなんて。同日夜に所属事務所が、シャイニーのメンバージョンヒョンが突然私たちの元から去りましたと悲しみの報告をしている。そして翌日には韓国の4人組ロックバンド、ディアクラウドのボーカルを務めるナインさんが、ジョンヒョンさんの衣装を公開した。ナインさんが衣装を持っていたということなのかな？ナインさんによると、本人から、自分がこの世を去ったらこの文章を必ず投稿してほしいと頼まれていた、ということだ。また、それにより、議論が起こるだろうと心配しているが、それも予想して私に頼んだと思う。私がジョンヒョンのためにできる最後のことをしなきゃと思った、と語っている。友達として最後にできることが遺書の公開だなんて悲しすぎるわ。死去から2日後の21日に出棺。ジョンヒョンには男性の親族がいなかったため、喪主はシャイニーのメンバー4人が務めた。悲しすぎる。遺書の細かな内容についてはここでは割愛するが、どうやら深刻な鬱に悩まされていたようだ。鬱って本当に怖いものなのね。また、これらを受けて亡くなる7ヶ月前となる2017年5月に受けたインタビューで、幸せですか？と尋ねられて答えた内容に注目が集まった。幸せですか？ってストレートな質問にどう答えたのかしら。ジョンヒョンさんは、母と姉が幸せなことが人生の一番の目標だとし、母と姉に幸せかと聞いたところ幸せだと言っていた。幸せだと答えることができるのは羨ましいこと。僕も幸せになりたいと言いながらワンワン泣いた、というものだ。シャイニーのジョンヒョンとしては輝いていて、一般人から見たらこれ以上ない幸せな人生を送っているように見えたけど、キム・ジョンヒョンという一人の人間としてはどうだったんだろう。人生ってなんて儚いんだろう。幸せについて悩み、どうすれば幸せになれるか具体的に考えた。僕には変化の時期が訪れたのだと思う、など心情に何らかの影響があったことも示唆している。鬱はなったことがある人にしかわからない辛さや苦しさがあるから軽々しいコメントはできないけど、表面上、自分はそれを見せないように振る舞わなきゃいけないことも、内心では、自分にとっては相当なストレスだったのかもしれないわ。目に見える姿が眩しければ眩しいほど。亡くなる2日前には、4年連続となる東京ドーム公演を含む2大ドーム公演を2018年2月に行うと発表しており、さらにリーダーのウンユさんの入隊前最後の花道を飾る集大成ライブを5人で行うはずだった。5人での活動がしばらくできなくなるからメンバーにとってもファンにとっても、特別なライブになると思っていたはず。だからこそ余計に込み上げるものがあるわ。
今回の訃報に接し、ライブ自体の開催が危ぶまれたがメンバーの意思を尊重した上で予定通り開催。東京ドームでファイナルを迎え、約5万人の観客と思いを共有した。残りのメンバーはファンとの約束を守るためにステージに立ってくれたんだろうな。公式 YouTube がこのライブの一部映像を公開しているのを見たことがあるけど、一面に広がるパールアクアグリーンのペンライトの海がとても美しかったわ。披露した日本デビュー曲、リプレイ、君は僕のエブリシングでは、ファンからメンバーに、フォーエバーシャイニーという文字が客席に浮かび上がるサプライズを、プレゼントする演出もあった。なんて温かな空間なんでしょう。きっとジュンヒョンもこの光景を見ていたと思うわ。メンバーのキーさんはこのライブでファンに向けてシャイニーは永遠に5人と語り、今までと変わらない活動をこれからもしていくことを誓った。今月2023年9月末から5年ぶりとなる日本アリーナツアーの開催が発表されているわ。先ほど解説してくれた2018年の東京ドームライブ以来ということに加え、今年は韓国デビュー15周年のメモリアルイヤーということもあって、楽しみにしているファンも多いだろうな。圧巻のボーカルと磨きのかかったダンスが魅力の5人。グループ名にふさわしい光り輝くステージでファンをこれからも魅了していってほしいぜ。続いて、原さんの解説でも触れた FX の元メンバー、ソルリさんこと、チェジンリさんについて説明していこう。ソルリちゃんはその色白の肌にピンク色に染まった方が特徴で桃みたいだったことから、桃を意味するポクスンアと呼ばれていたのよね。一時、韓国でブームになったメイクトレンド果汁顔の桃顔はソルリちゃんが発祥なのよ。ソルリさんは2005年、11歳の時に子役でデビュー。ドラマや映画に出演して活躍後、15歳の時に FX のオリジナルメンバーとなった。ソルリちゃんはビジュアル担当だったからひときわファンも多かったのよ。FX はもともと5人組女性アイドルグループで、先ほど解説したジュンヒョンさんがいる、シャイニーが所属している SM エンタテイメントから2009年9月にデビューしている。デビューして間もなく、ビヨンセが韓国でコンサートを開催した際に、ゲスト出演したことも大きな話題になったわ。デビュー間もなく各種音楽番組の記録を塗り替える快挙を達成。2010年にはグループの枠を飛び越えて個人活動も開始し、ソルリさんは音楽番組の MC を務めた。原ちゃんも同じ番組の MC をしていたわ。日本では2012年にデビューが発表され、さらに年末にショーケースライブの予定もあったが延期。そのまま日本デビューは中止となっている。ちょうど2012年頃は日本が嫌韓ムードになっていた頃だから、世論や情勢を考慮して取りやめにしたのかもしれないわね。2014年7月にソルリさんは肉体的、精神的疲労を理由に活動を休止し、そのまま復帰することなく翌2015年8月に正式に脱退が発表された。この頃から体調が良くなかったのね。脱退後はドラマや映画など女優として活躍し、2018年にはウェブ番組を開始。2019年6月にはソロシングルを発売。さらに同月からアクプルの夜という番組にレギュラー出演するなど精力的に活動をしていた。元 FX という肩書きがなくても仕事がどんどん舞い込んでいた感じよね。ところがその4ヶ月後となる2019年10月、アクプルの夜の収録に来なかったことを、心配したマネージャーにより、自宅で亡くなっている姿が発見された。あんなに天真爛漫だったソルリちゃんの変わり果てた姿なんて誰一人想像できないわ。自死の理由として、悪質リプライが挙げられる。実は、レギュラー出演していたアクプルの夜のアクプルというのは、悪質リプライを意味しているんだ。そうだったんだ。自らも被害者として発信したいことがあったから出演を決めたのかもしれないわね。最初の悪質リプライがあったのは2014年、活動休止のきっかけになったとされている。肉体的、精神的疲労の原因が悪質リプライだったのね。当時交際していた14歳年上のヒップホップアーティスト、ダイナミックデュオのメンバー、ジェジェさんが財布を落とし、そこにソルリさんとのツーショット写真があったことで熱愛が発覚。これ以降、悪質な書き込みが飛び交った。熱愛が発覚したことでバッシングを受けたということ？どうやら発覚当初、ソルリさんは交際を否定したためその態度を咎めるものや、当時20歳だったソルリさんに対して14歳年上の男性との交際が不適切だとする声。さらにソルリさんとチェジェさんの活動ジャンルが異なるという指摘などがあったそうだ。どれもこれも本人たちの自由じゃない。韓国識者によると、呆れるほど言われのない、口にするのもおぞましい抽象が殺到したそうだ。二人とも何も悪いことをしていないのに、
この件によりソルリさんはいつからか人の視線が怖くなり、対人気非症やパニック障害に悩んだ。薬を飲んでいなかったから一人で耐えていた。辛いと言っても聞いてくれる人もいなかった。とウェブ番組で話している。どんな人でも顔も名前も知らない人から膨大なバッシングを受けたら同じようになると思う。また、ソルリさんがフェミニストであったことにより、二度目の悪質リプライの標的になったとされている。フェミニストに限らず誰しも思想は自由に持っていいはずよ。ソルリさんの場合、自身のインスタライブで下着をつけずに酔った姿でライブ配信を行った。その際、多数の胸元に言及する書き込みに対し、性的な視線を送る人は嫌だと発言。物議を醸したことがあった。これは難しい問題ね。他にも堕胎罪に違憲判決が降りた際にソルリさんは、栄光の日、すべての女性に選択権をとコメント。こちらもバッシングの対象となり、特にミソジニーと呼ばれる、女性嫌悪の思想を持つ人々によって悪質リプライがさらに増殖したとのことだ。韓国には一定数のミソジニーがいるっていうからね。ソルリさんはもともとフェミニストとしての一面をたびたび見せており、保守的な韓国では珍しく主張を続けてきた人だったそうだ。いろいろな考え方がある。誰もがそう思えたらこんな大きなことにはならなかったと思うな。これらのネットの悪質な書き込みなどが原因でうつ病も患っていたとされているソルリさん。若干25歳という若さでこの世を去った。25歳。まだまだこれからなのに。悪質リプライにさらされ続けたソルリさんは、自分らしくいることも自分を隠すこともできず、苦しんでいたのかもしれないな。何かをするたびに心ない声が届くことがどれほど苦痛か、本当に苦しかっただろうな。今でも韓国だけでなく日本でもソルリさんは憧れの存在、永遠のミューズだとする声もあり、ビジュアルだけでなく生き方に憧れを抱く人も多い。まさに唯一無二の存在だったソルリちゃん。今もたくさんの人の心に残る素敵な女性だったわ。先日、ソルリさんの遺作となるディア・ジンリが、2023年の釜山国際映画祭でベールを脱ぐことが発表された。ソルリさんの最後の姿となる一作だ。ジンリってソルリちゃんの本名だわ。最後の姿をしっかりと目に焼き付けたい人はいっぱいいるでしょうね。日本のファンも目にする機会ができますように。富谷知、名声を得たとしても人生が幸せかどうかはまた別だということがよくわかったわ。特に SNS が普及している昨今は自分の意見を発信しやすい一方で、心ない声がダイレクトに届きやすい状況となっている。それが良くも悪くも発信者側に多大な影響を与えていると言えるだろう。韓国芸能人はしばしば一部の心ないネットユーザーたちの悪質コメントに苦しめられているわ。罰則があれば抑制できると思うんだけど、韓国国内の法律は現状どうなっているのかしら？悪質コメントは侮辱罪で処罰されるケースが多く、その罰則が罰金のみで終わるケースがほとんどで、悪質コメントの抑制になっていないというのが実情のようだ。最近は日本でも社会問題となっており、SNS で誹謗中傷や悪質なコメントをした場合は、刑法230条により3年以下の懲役、もしくは禁錮または50万円以下の罰金が科せられるわ。匿名だから大丈夫だと思っているかもしれないけど、開示請求をすることで個人が特定できるようになっているのよ。ほとんどが悪気はなかったとか冗談のつもりだったとか、軽はずみな気持ちで書き込んでいるようだが、その言葉を受け取った側は一生消えない心の傷になることを忘れてはならない。誰もが優しい気持ちを持てる世の中になってほしいと切に願っています。今現在、心が不安定だと感じる人は心の健康相談統一ダイヤルへの電話や、SNS で相談できる生きづらビットにアクセスするなど、一人で抱え込まずに、誰かに必ず相談してほしいぜ。最後に、今回解説させていただいた方々へ、改めて心よりお悔やみ申し上げます。それじゃあ今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。